遠い地平線に夕日が沈み、夜の帳が降りるとき、不意に訪れる感情の気流は、今日も懸命に駆け抜けた命の営みの証です。過ぎゆくときは一瞬、二度と戻らぬ今日を愛おしく振り返り、満天の星空を眺めていると、出会いの奇跡が思い出されます。できなかったことを悔やむのではなく、できたことを喜ぼう。感情は心の声。チャットというのは、鹿児島の方言で、そうですね、という相槌に使う言葉。お休み前のひととき、心の声にチャットと寄り添い、新しい明日を迎えるための物語の定期便。チャットストリーム。皆様の本日の最終便、お供いたしますのは、私、5人の子育てママウンサー、岡本康代です。月の中のうさぎ。むかしむかし、うさぎには三匹の友達がいました。猿と山犬とカワウソです。ある日のこと、うさぎはふと明日が精進日であることに気がつきました。精進日というのは、仏様の教えを守って身を清め、困っている人に施しをする日のことです。明日、困っている人が来たら、精一杯助けてあげよう。みんなはうさぎの意見に賛成して家に帰りました。次の日の朝、カワウソは食べ物を探しに川の岸まで降りてきました。ちょうどその時、一人の漁師が7匹の鯉を捕まえて草の中に隠して、もっと下の方へと出かけていった後でした。おや？この魚は誰のものだい？おーい、持ってくよ。おーい、誰のだい？持ってくよ。カワウソは何遍も呼んでみましたが、返事がありません。そこで黙ってもらっていくことにしました。山犬も食べ物を探しに行きました。山道を進んでいると、畑の番人の小屋から肉や牛乳の匂いが流れてきます。おや、この食べ物は誰のだい？持ってくよ。おーい、誰のだい？持ってくよ。山犬は何遍も呼んでみましたが、誰も現れません。そこでやっぱり、この食べ物をもらっていくことにしました。猿も森へ行って、マンゴーの実をたくさん集めてきました。ところが、
ウサギは何も見つけることができませんでした。貧乏なので家にはごまも米も何もありません。どうしよう。せっかくの精進日なのに。そうだ、もし誰かが食べ物をもらいに来たら、私はその人に自分の肉をあげよう。さて、このウサギたちのことを知った天上に住む神様は、みんなの心を試してやろうと思いました。そこで神様はお坊さんに姿を変えて、まずカワウソの家にやってきました。するとカワウソは、さあお坊様、今日は精進日です。どんどん召し上がってください。と鯉料理を勧めました。次に訪ねた山犬の家では、畑の番人のところから取ってきた肉や牛乳を出されました。そして、次に訪ねた猿の家では、マンゴーと冷たい水を出されました。そして、最後にウサギの家に行くと、ウサギはお坊さんに言いました。今日は精進日です。施しをしたくてあちこち駆け回ったのですが、ごちそうは手に入りませんでした。そこで今日は私を召し上がってください。けれどお坊様であるあなたが私を殺してしまえば、戒めを破ることになります。そこで、すみませんが、火を起こしてください。そうしたら、私は自分で火の中に飛び込みましょう。焼けた頃に取り出して召し上がってください。神様が火を起こすと、ウサギは火の中へ飛び込みました。ところが、火の中へ身を投げたというのに、ウサギはやけど一つしません。あれ？おかしいな。不思議がるウサギに神様が言いました。信仰心の厚い賢いウサギよ、お前の徳が後の世の中の人に語り継がれるよう、記念をしておこう。神様はそう言って大きな山を潰し、その絞った汁で月の表面にウサギを描きました。その時から月にはウサギの姿が浮かぶようになったということです。遠い昔、幼い頃に物語を読んでもらった記憶をたどりながら夜空を見上げると、あの時と変わらず星が瞬いていることに気がつきます。満天の星空に夜間飛行のジェット機の翼のランプを見つけると、興奮して指さす我が子の姿に自らを重ね、誰かと共に刻む時の尊さを感じずにはいられません。たくさんの笑顔をありがとう、優しさをありがとう。お送りしてまいりました今日の物語が、あなたの心に優しくちゃっと
寄り添えますように。お休み前のひとときお届けいたしました物語の定期便、チャットストリーム。夜間飛行のお供をいたしましたのは、私5人の子育てママンサー岡本康代でした。明日もみんなが無事で元気に笑顔で過ごせますように。